ということで到着しました。こちら香川県善通寺市にあるお店になります。今日もさぬきうどんのお時間です。はい、ということで、焼けたんです。今日もさぬきうどん屋さんの方向かってってるんですけど、今日のお店はですね、もうすっごい麺が美味しいお店、まあ主観なんですけど、でもね新しいんですよ。もうここの麺がね、本当になんだろう、よそでないような、この食感はね食べてもらった方が分かりやすいんですけど、なんせ細麺好きな方とか、女麺好きな方はめちゃくちゃ行ってほしいお店となっております。はい、そちらの方買っていっております。はい、ということで今日のお店、香川県善通寺市にあるさぬきうどん屋さんです。最寄り駅金堂寺駅でだいたい 1.8 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしていきいきうどん善通寺店さんであったり、鎌倉うどんさんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.36 点、 Google の点数が 3.7 点となっています。定休日は毎週火曜日と水曜日で、営業時間が11時から14時までとなっています。川川うどんさんになります。おしゃれなんですけどね、周り見てもらったらね、もう本当にもう住宅と田んぼとって感じなんですよ。あっちの道から来たんですけど、あっちの道からこのお店見えませんからねもうね、田んぼとかあと住宅とか見えませんから、はい、だから看板を頼りに来てみてください。ということで早速食べに行きます。さあ行くぞ。それでは入店していきましょう。田んぼと住宅に囲まれた場所にあるうどん屋さんです。細い道ちょっと入っていくんで、30メーター手前と先にあるこの看板見逃さないように来てみてください。こんにちは。こちらサービス店となっています。なんかいわゆるうどん屋さんっていう感じっぽくはなくて、カフェみたいな雰囲気があります。ありがとうございます。空いてる席についてメニュー見ていきます。ご飯とか天ぷらはセルフになってるんで、それはまあ後で見に行こうかなって思います。メニュー表の裏にこのご案内っていう風に書いてあるんですけど、これまあ特徴であったり注意点とかあるんですけど、その中でおすすめっていうような項目があって、ちょっと読みますね。当店の麺はとても柔らかいので、初めての方には冷たいうどん、混ぜうどん、冷やの中から選んでいただくことをおすすめしています。あったかいうどんではキーマカレーうどんが人気です。ということなんで、初めての方冷たいうどんがおすすめです。限定、これもう夏の限定ってことですか。前あったかい版で出してたんですけど、ちょっと夏向けにラッシュを冷やかと向かって、ラッシュは鶏チャーシューで、めっちゃ迷う、半片でこう型取りした猫を巻けて、ちょっとまあ映える感じにしたとか言いつつ、僕ニンニク好きやけんこのね、魚介までもめっちゃ気になったんですよ。次来た時こっちでやります。あ、そうやけん、今回ごめんなさい、魚介まで、魚介まで、ショーで、ショーでいきます。はい、はい、それではサイド系を見に行きます。入り口入ってすぐのとこにおにぎりが棚にあって、これなんか豚にぎりとか言って、ちょっと変わったおにぎりとかも置いてました。多分日替わりだと思います。で、反転したところにこの保温器があって、その中に天ぷら並んでます。どれでも130円になってるので、この中からなんか取ろうかなと思います。あ、鶏天できたんですか。はい、じゃあ鶏天にしよう鶏天にします。もうこれはご縁だなと思ったんで、僕は鶏天取りました。で、天ぷら取ってね、ちょっと気づいたんですけど、ちょうどこの保温器の左ポットと赤い蓋の瓶があるんですよね。で、これなんかなって思って見てみたら緑茶でした。まあせっかくやからいただいていこうかなと思います。水切りいっぱいにお湯入れていきます。ちなみに一つ注意点、こちらサービス店となってて、麺の茹で置きしてないんで、まあ注文してからちょっと時間かかります。ということで、うどんできるまで少し待ちましょう。それではメニュー表こんな感じになってます。冷たいうどんが、おすすめなんで、真ん中と右上ですねがおすすめです。で、ここちょっと珍しく混ぜうどんっていう項目があるんですよね。僕はその中からこの魚介混ぜうどんっていうのにしてみました。大はできなくて小で580円となってます。かけうどんとか普通のうどんも置いてます。かけだったら340円です。あとはおにぎりで、天ぷらがセルフで取るようになっています。ちなみに食べ終わったらセルフで食器返却になります。その時に運ぶお盆がテーブルに置いてるんですけど、これ猫ですね。はい、こういう小物も結構あったりしてます。お待たせしました。はい、魚介混ぜうどんの食器、ありがとうございます。お好みで魚粉も
開けて、ね、お待ちしました。いただきます。それではいただきます。今回頼んだのは魚介混ぜうどんです。冷たい麺に魚介の旨味を加えたというニンニク醤油だれがかかってます。普通温かいものの方がこう匂いって香ってきやすいと思うんですけど、これ冷たくてもすっごいいい香りが香ってきました。魚粉ついてくるんで、これは後で味変で入れようかなと思います。薬味は別になってて、ネギに天かすと生姜と置いてあったんで、好きなの入れていただいてきます。ちなみにこのうどんはレモンとあとかいわれ大根が標準で乗ってました。麺はもう見ての通り超細麺な高水麺となってます。だから柔らかいんだけど、こう噛んだらムニムニしてるんですよね。こうクニッとしたような弾力のコシがあります。柔らかくてもこう引っ張っても切れない、すごい伸びのいい麺なんですよね。こういう系の麺ってほんとね、得てしてあの喉越しが抜群にいいと思います。この独特な食感なんですけど、うどん作る時にあのサヌキうどんって言ったら踏む工程があると思うんですけど、それなく踏まずに手で鍛えるっていうだけでやってるのもこの麺を作る特徴かもしれません。この麺にニンニク醤油だれ、これがもうしっかり絡んでくるんですよね。かなり濃いニンニクとあと魚介風味があります。ほんですごいオイリー感もあって、あのこれごま油とかも使われてるっていうことです。なんせね、もう本当に新しいうどんの形やなって思います。はい、それでは味変の魚粉も追加して、もうこれ思い切って全部かけていただいていこうかなと思います。サバとかイブキイリコの魚粉なんですけど、もうザ魚粉な味っていうのがもう本当すごい強くなりました。元々の味付け自体が濃いんで、ほんとまあ好みで追加してみていいと思います。それでは鶏天もいただいていきます。ちょうどうどんについてきたレモンもちょっと絞って食べてみます。ちょうど出来たてのを取れたんで、もう衣はサクッと、胸肉のこうあっさりとしてしっとりとしたような肉質に程よい塩味なんですよね。やっぱりこれレモン合いました。それでは最後の一口いただきます。最後余った魚介ニンニクだれ、これを魚粉でね、より味濃くなってるバージョンのやつ鶏天につけて食べたりするのがもうすごく美味しかったです。細麺とかあと女麺好きな方にとてもおすすめなうどん屋さんです。変わり味メニューも多いんで、なんか本当新しいもの好きな方もぜひぜひ行ってみてください。ハマる方はめちゃくちゃハマると思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。お願いします。了解ませ、ショーですね。はい。はい。あと、ごめんなさい、鶏天取ってます。はい。710になります。はい、はい、どうもごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。今日のお店は善通寺市にあるこちら川川うどんさんになります。駐車場こんな感じで、この採石引かれている敷地のところに停めてください。下にロープで矢印であったりと車止めるところがあの引かれているんで、そこに従って停めてみてください。そして店内こんな感じになってます。すごいね、もう本当にカフェっぽいですよね、雰囲気が。あの BGM もすごい落ち着いてて、かなりまったりできるお店となっています。テーブル席、カウンター席揃っています。はい、ということで川川さんいただいてきました。やっぱりね、もう僕めちゃくちゃ好みの麺ですね。うん、やけどあのこれがね、もう本当にね、めっちゃ攻めとんですよ。いわゆるさぬきうどんって一般的にこうコシがあるって言うじゃないですか。それとはまたね、一線を隠すような、なんやったらこれはうどんなのかはてなっていう疑問符がつく人も全然なんか
追ってもおかしくないなっていう銘なんですよね。はい、だからなんかすごい新しいものをこう取り入れるのが得意な方とか、まあなぜ細め系が好きな方はもうドハマりすると思います。ぜひ気になる方一度一度行ってみてください。ちょっとね道がね本当にお店の場所が分かりにくいんで、看板をちょっとねよく見て、ナビ入れて行ってみてください。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。1, 2, 3, 4